ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さーて、いつもの通り、興味深い生き物や雑学の紹介をしていくぜ。苦手な生き物がいる方は気をつけて視聴してね。今日の題材は、こちらね。寄生虫に蝕まれて恐ろしい目に遭った事例5選。来たわね、久々の寄生虫関連。以前にも寄生虫にやられた人たちの紹介あったわよね。脳みその中にまで寄生虫がいっぱいいたとか。まさか、今回も同じような事例を紹介するつもり？おう、そのつもりだぜ。以前にも増して興味深い事例を今日は紹介するぜ。過去の事例だけでも、寄生虫に蝕まれた人たちの話は無数に存在する。どんなことをしたらそうなるのか、という点を定期的に注意喚起しないとな。うんうん、それはそうね。同じような目には会いたくないものね。注意喚起は大切だわ。でんで、本心は？寄生虫を見せたい。でしょうね。では、早速始めていくぜ。まずは小手調べに軽い話からいくか。中国のとある男性の事例だ。あ、軽い話とかもあるのね。もちろん、ありふれた話もあるしな。簡潔に話せば、とあるものを食べたために、上半身並びに脳がサナダムシだらけになってしまったという話だぜ。ちょっと待ちなさいよ。脳にも上半身にもサナダムシってそれのどこが軽い話やねん。今日紹介する話を全部聞けば、どれだけ軽い話かはわかるはずだぜ。すでに逃げたいんですけど。では、事例の詳細だ。中国に住む46歳の男性スーさんはある日、めまいと頭痛に一日中悩まされたという。さらに睡眠中には転換のような発作が起き、そのまま寝ることもままならなくなってしまったんだ。次の日、仕事中に様子がおかしかったスーさんを見かねて、同僚が病院へと連れて行ったところ、CT スキャンによって異変がすぐさま見つかった。だというのに、彼はお金を払いたくないからと言って、診察結果を確認せずに途中で逃げ出してしまったぜ。そこで逃げるの？まあ、診療代金などはそれぞれの国で色々と事情があるからな。とにかく彼は診察の途中で家に帰ったというぜ。しかし症状が良くならないため、後日、スーさんは結局診察を受けることにした。診察を受けるならと大きめな病院である大学病院へ向かったという。人騒がせすぎる。で、診察を受けた結果、サナダムシがいたと？その通り、MRI スキャンを受けたところ、上半身から脳みそに至るまで、うじゃうじゃとサナダムシがいることがわかったぜ。ひえー。頭痛や転換症状などはすべて、その寄生による神経の右中傷と診断され、医師がサナダムシを取り除くなどしたところ、スーさんは回復したというぜ。回復したみたいでよかったけど、マジで脳にサナダムシが。恐ろしい話だわ。以前の動画でも脳みそにサナダムシがいっぱい、みたいな事例を紹介されてたけど、今回も同じってこと？ああ、以前紹介したものと同様だな。今回の場合も、無数に脳みそにいたサナダムシはいわゆる幼虫の状態の子で、有効の宇宙、だったんだ。ああ、そうそう思い出したくもない有効の宇宙。確か、生きている有効の宇宙が入っている豚肉を生で食べたりしたら寄生されるんだっけ？その通り、多くはその経路で寄生されるぜ。ってことは今回のケースも同様の経路なのかしら。今回はまた変わった料理を食したことが原因だと考えられているぜ。あくまでも推測でしかないが、原因は数日前に食べた火鍋ではないかと目されているんだ。火鍋？火鍋ってあの火鍋よね？中華風の味付け、料理法、具材を特徴とする鍋料理。日本で一般的にイメージするものはこのように真っ赤な辛い鍋のことだな。スーさんもこのイメージ通りの真っ赤な辛い火鍋を食べたことにより、寄生虫に蝕まれたのではないかと言われているぜ。この火鍋が原因って、正直イメージできないんだけど、火も通っていそうだし、辛いし、寄生虫とかは生きていられなさそうなのに。ちゃんと食材に火が通っていればの話だな。火鍋の場合、生肉を入れたとしても鍋の中の肉にちゃんと火が通っているかわかりにくいはずだ。鍋の色に生肉の赤色が紛れてしまうからな。ああ、そういうことか。つまり、火が通っているかと思った肉を生のまま食べてしまったと。スーさん自身もそう振り返っているぜ。辛いスープの鍋料理で、そこが赤かった。だから肉に火が通っているのかよくわからなかった、とな。病院側はその肉に付着していたサナダムシの幼虫が消化管を通り、脳に到達したのではと推測しているぜ。ああ、ちょっとこれは人事じゃないわね。豚肉とか鶏肉とか、火鍋だとパッと見で火が通っているかわからないことあるもの。このように火鍋などの料理では見た目では火がきちんと通っているかわかりにくいこともある。豚肉や鶏肉を使う場合は特に注意すべきだぜ。思いがけず身近な事例だったわね。続いて、二つ目の事例を紹介するぜ。
せっかくなので脳みそつながりと行こうか。なんだその最悪なつながりは。次に紹介するのは、脳みそを寄生虫に15年間も食べられていた男性の事例だ。は？はあ、脳みそを食べられ。15年間も？中国出身のワンさんは2005年頃から体調を崩しがちになり、嘔吐をたびたび起こすようになったという。さらに2007年には左腕と左足に痺れが発生するという始末だ。病状は急速に悪化し、ワンさんは定期的な発作に悩まされ、仕事を辞めざるを得なかった。家族の協力を得つつ、全国の病院で診察を受けていたというが、どうしても原因はわからず、症状は改善せずになんと10年以上も症状との戦いは続いたという。それは辛いわね。でも、その後、原因はわかったのよね？ああ、2019年になり、とある医師が彼の脳内に潜んでいたサナダムシを発見したんだ。ひえー、またサナダムシかい。今度は少し違うぜ。今回の子は成虫の状態であり、なんと12センチメートルもの長さにまで成長したサナダムシだったんだ。12センチメートルのサナダムシが脳みそに？それ本当の話なの？これが取り出された子だぜ。うわあ、見せんなよ。さておき、この子はおよそ15年間もワンさんの脳みそに寄生し、脳みそを少しずつ食べて成長し、ここまで立派に育ったと目されているんだ。ちなみに取り出されたタイミングでもちゃんとこの子は生きていたというぜ。つまり、絶賛脳みそを食べているところだったわけだな。ひえええ、おぞましすぎる。想像するだけで寒気がする話だわ。15年も寄生されて、しかも12センチメートルまで育っていて、さらに最後まで生きている寄生虫とか。なんつうやばい話なの。幸い、この子は卵を産んだりはしておらず、単独で寄生していただけのため、高度な外科手術によりなんとか取り出すことに成功し事なきを得たというぜ。医師の見立てでは、ワンさんはこのまま完全に回復するだろうという話だ。ええ？それはそれで衝撃だわ。ここまでヤバい話なのに、完全に回復すると言われるくらいになるなんて。それで今回のワンさんの場合は何が原因だと考えられているの？また火鍋みたいに身近なものだと怖いわね。原因はやはり身近だぜ。え？ワンさんはどうやら2004年頃から、カタツムリのフライを定期的に食すようになったという。もしかしたらそれらが原因ではないかと言われているんだ。カタツムリのフライ？身近にいるかもだけどフライにして食べることはないでしょ。というか、カタツムリってヤバいんだっけ？なんかナメクジがヤバいってのは前回聞いてた気がするけど。カタツムリもナメクジ同様、関東重血線虫を宿している可能性があるので危険だぜ。今回はサナダムシなので違うかと思われるが、時期が一致していることや可能性としてはあるらしく、今回の原因の一つではないかと言われているようだな。他にも何の肉かは定かではないが、彼は外来種の肉も好んで食していたという。適切に調理せずにその肉を食べた可能性もあり、それも原因ではないかと考えられているぜ。へ、へえ。何にせよ、カタツムリとかぜ。絶対に食べることないし、何の肉であれちゃんと調理しないといけないわね。では次はカタツムリつながりでいくかな。え、その乗り続くの？今度の事例はカタツムリを食べて病気を治そうとしたベトナムの女性の話だ。はぁ？カタツムリを食べてなんだって？カタツムリを食べることで胃炎を治そうとした人がいたんだぜ。何それ？そんなに不思議か？そりゃそうでしょ。え？あれ、もしかして、私が知らないだけでそういう効果があるとか？もちろん、そんな効果がある子はカタツムリの中にはいないぜ。いないんかい？ただ、効果が証明されている子はいないんだが、古くからカタツムリは漢方薬にされたり、民間療法として食べられることがあるんだよ。マジ？何それ初耳なんだけど。地域によっては民間療法として、特に生で食べると胃に効くなんて怪しい伝承が伝わっていたりするぜ。今回の事例の詳細を語るとだ、つまるところこの人は近所の人に、そういう民間療法があると勧められたという話なんだ。ああ、なるほど。そういう話なのか。ベトナムのメコンデルタ地方安山省チャウドック市在住の女性は、何年もの間胃痛に悩まされていたという。そんな中、近所の人からカタツムリが胃炎に効くと聞き、言われるがままそこらにいるカタツムリを生で食べたらしい。ひえー、いろいろおかしいけど、何よりも言われるがままにカタツムリを食べるのがおかしい。しかもなんで生で食べるのよ。彼女はカタツムリを食べた数日後、胃痛どころか激しい頭痛を発症し、すぐに意識を失うことになってしまった。病院に救急搬送されて彼女は治療を受ける。副院長によると、彼女の脳にカタツムリの寄生虫、関東重血線虫が入り込み髄膜炎を起こしていたというぜ。懸命な治療が続けられたが、残念ながら彼女は髄膜炎が原因で亡くなってしまったとのことだ。
ああ、なんとまあ。ご冥福をお祈りするわ。胃痛を治したかっただけなのにね。やっぱり、治療とかはちゃんと病院に行って医者に相談するのが一番よね。ちなみに余談だが、同病院では同時期にカタツムリを食べて5人が搬送されて、2人が脳に大きな障害を残すほど寄生虫にやられてしまったという話だぜ。なんでそんなに多様なことが起きてるのよ。やっぱりその民間療法はそこでは一般的に伝えられているからとか？それもあるかもしれないが、頻発しているのは、ベトナムではカタツムリやタニシが一般的に食べられていることが理由かもしれないな。え、そうなの？ちゃんとした食堂、観光客用のところであれば、きちんと食用に養殖された子を使うんだが、露店など衛生管理もザルなところでは違う。それこそ調理はザルだし、仕入れ先がちゃんとした養殖業者かどうかの確認を怠っていることもある。寄生虫がいるかなんてあまり気にせず調理して売られることもあるんだ。ひえー、恐ろしい。なんだかんだ現地の人はそれでも耐性があるのか大丈夫なことは多いんだが、観光客など慣れていない人は寄生虫にやられることも多い。不安な人は露店などではカタツムリや虫などの料理は買わずに、高めのレストランとかで頼むことをお勧めするぜ。そうね、そうするわ。いや、そもそも頼まないからね。では、次は一般的に食べられているものつながりでいくか。いやいやいや、カタツムリは一般的に食べられてない。って、それは日本だけなのか。ということで次は、カニを30匹ほど、しかも生で食べた中国の女性の事例を紹介だ。カニ？それは確かに一般的に食べられているわね。あ、でも生でなのか。あら？カニって生で食べるものだったっけ？日本だけでなく全世界で、生で食べられることは多いぜ。よく刺身なんかにしてチュルリと食べられていたりするな。ああ、カニの刺身か。食べたことはないけどそういうのがあるのは聞いたことあるかも。でも、今回こうやって事例として紹介されるってことは、やっぱり生のカニは危険なのよね？その通り。カニを生で食べて食中毒になることはある。主に腸炎ビブリオ菌やナグビブリオ菌による食中毒だ。菌？寄生虫じゃなくて？主には菌による食中毒の危険がある。だが、そのカニの種類や生息地によっては、やはり寄生虫を飼っていることも多いため注意が必要なんだ。ですよねー。ということは、今回の事例でもサナダムシとかそういうのが出てきたのかしら？サナダムシもいたようだな。ああ、やっぱり。サナダムシも？も、って何？医師が彼女の血液を検査したところ、10種の寄生虫に陽性反応が出たんだ。はぁ、10種類の寄生虫ですって？詳細は以下となるぜ。以前から腰を悪くしていたこの女性、ある時知人から生のカニを食べると骨が強くなり、腰痛が早く治る、とアドバイスされたというぜ。また、知り合いの勧めだと。その話を信じた彼女は、30種類以上のカニを買い、細かく砕き、火を通さず酒に浸して食べていたという。数日は何も問題はなかったが徐々に体調が悪化。胸が締め付けられるような症状と、呼吸がしにくくなり、ついに耐えられずに病院へ駆け込んだぜ。病院の診察によると、胸部に大量のガスと体液が溜まっていて、肺を圧迫していることがわかった。では、なぜそのようなことになっているのか。それは彼女の胸膜に寄生虫が寄生していて、炎症を起こしているためだったんだ。ひえー。それでその寄生虫ってのはさっきの。実際に個体が確認されたものは少ないが、肺球虫、肝球虫、トキソプラズマ、エキノコックス、熱湯状虫、有効状虫など10種の寄生虫の反応があったというぜ。恐ろしすぎるでしょそれ。すべてがカニを由来に寄生されたかは定かではないが、少なくともこの女性の食生活を見る限りはこのカニが原因だったのだろうとは言われているぜ。カニに限らず海鮮物すべてに言えることだが、決して生で食べることなかれ。生で食べるならそれ専用に養殖されていたりする安全な子を選ぶべきだぜ。そうね。なんか昔、知り合いが海で捕まえた小さなカニをその場で生で食べていたのを思い出しちゃったわ。今思えば、むちゃくちゃ危ない行為だったのか。気をつけないといけないわね。では次が最後だな。最後はとっておきの事例を紹介するぜ。え、何それ怖い。あんたのとっておきとかやばそう。事前に断っておくが、こちらの話はソースが確認できない。また、衝撃的すぎる内容のため、捏造の可能性もあるものだ。それと、少しだけショッキングな CT 画像も紹介するので、ご了承いただける方のみご視聴をお願いするぜ。え、じゃあ、私はご遠慮願おうかしら。霊夢は当然強制なんだよな。なんでじゃあ？ということで、最後はこちら。全身のあらゆるところが寄生虫に侵されたという女性の話だ。全身、だと。
中国メディア、広州日報などによると、23歳の女性が寄生虫の被害に遭ったという。彼女の生まれ故郷では、祝日などの特別な日には新鮮な豚肉に調味料を混ぜて生のまま食べる習慣があり、彼女もそれに習い食べ続けてきたようだ。10歳の頃からそうやって豚の生肉を定期的に食べてきた彼女。特に体を壊すこともなく日常を送っていたのだが、ある日を境に一変する。原因不明の痛みが手足に発生。次第にそれは全身にまで及び、ついには病院にかかることに。病院では頭部 MRI と全身 CT スキャンが行われたが、その検査結果は専門家さえも驚く衝撃的なものだった。それもそのはず、女性の全身はすでに無数の寄生虫に侵されており、大脳や顔面の筋肉にさえも感染が見られるひどいありさまだったからだ。ひえええ、こっぱ。ちなみにその CT 画像がこちらに用意してある。え、もしかしてそれが前置きの画像？このように、見ての通り全身に寄生虫がいたというぜ。うわあああああ。やばすぎでしょその CT 画像。え？この白い筋みたいになっているところ、もしかして全部が寄生虫？その通り、白く見える部分のほとんどが寄生虫の残骸とのことだ。あーあああ、聞きたくなかった。他のスキャン画像もあるぜ。こっちは MRI かもな。ひえええ、こっちもやばすぎー。医師の話では、女性の体内の寄生虫の一部はすでに死に、石灰化しており、全身の痛み以外に眼球突出や網膜出血といった症状も見られたとのこと。治療はすぐに行われたものの、一部の寄生虫は体外に排出されず、女性には後遺症が現れる可能性も否めないという話だ。衝撃的すぎるでしょ、これは。捏造かもしれないってのもうなずけるわね。全身がこうなっていたってことでしょ？仮に寄生虫が死んでいたとしても、こんな状態で本人が生きているとか信じられないし。それもどうかな。人間はそれこそ信じられないくらいに丈夫で、なんで生きているんだって誰からも言われるような状態で生きていたなんて話、いくらでもあるからな。それは、確かに。とはいえ、ここまで寄生虫に侵されるなんて話はこれ以外にお目にかかったことはない。信じるか信じないかは視聴者に委ねるぜ。いずれにせよ、豚の生肉を食すのは絶対にやめてくれ。この女性のようになりたくなければな。この場合、事実だって思った方がいいかもしれないわね。豚肉、生、絶対ダメ。以上で終わりだな。ああ、やっと終わってくれた。やっぱり寄生虫の話はどれもこれも恐ろしいわね。その恐ろしさは忘れないようにな。今回紹介した話を教訓に、食べるものには気をつけてくれよ。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価などお願いいたします。長時間のご視聴、ありがとうございました。